今日も見てた？アンジュさん。それであれのことやんな、2日目の客席道場の時やんな。あれはな、あれやで、アンジュさんが来てくれたんやで。私は行ってないで。なんかな客席の時に私ステージから始まる人やったから、みんな2階行きますとかスタッフさんが言ってんねんけど、なんかそっちに行かんって分かってるけど、若干なんか間違ってたら怖いってなって、ゆきのちゃんとこ行っててん。ゆきのちゃん同じチームじゃ、同じグループじゃないけど、一応ステージから始まるとこだけ一緒やったから、アンジュさんも。だからゆきのちゃんとこ行って喋ってて、でアンジュさんが奥におるっていうのは知ってたんや。なんか私のここら辺におったね。で出るときになんか立ち位置とか決まってないからみんな適当に入るんやけど、なんかアンジュさんもうすぐ入るの気づいてるかなと思って後ろ見てから行ったらちゃんと来てたから、なんか後ろら辺におるんやろなと思ったら、なんか真後ろにおった。あれ見た人しか分からんの多分。なんか電車ごっこみたいな感じで。途中からちひさんが合流してくれた。解散したけどね。話してない。歌全員歌うとこやったからさ、なんか喋られへんし歌わなあかんしみたいな。通天閣の上どうやるの、私は行ったことないから分からんけど、私通常は高所恐怖症じゃなくて全然行けるタイプの人なんやけど、あのめっちゃ高い吊り橋とかでも自分から揺らしていくタイプの人なんやけど、ライブの時の高いのだけは無理。もう今回の 2階ですら無理。あの2階ってみんなの2階じゃないで、ステージのなんか台になってる階段の上。ちゃうねん、あれはな、なんか揺れんねん。で揺れてる気がするねん。なんか落ちそうじゃない。で落ちたらさ、別に自分だけの責任になれへんからさ、別に自分が落ちるだけやったらいいねん。なんかもうとんでもない怒られる多分そっちからの恐怖が来てる。で別に階段から落ちたのもさ別にいいけどあれから落ちるんはまた責任が。それで全然いけるタイプで、全然ぴょんぴょんしてる人、バンジー行きたいって言ってるタイプの人。1日目のユリか、私が大移動したやつ。超大移動じゃない、見てないか。超大移動なんです。全然飛べるし飛びたい人いるけど、ちょっと責任が。だって落ちひんやろ。落ちたら落ちたやんってなれへんねんライブは。だから怖いね。ドライブの時の真っ暗も苦手。B ステージ私全然分かってないんやけど、私もアプリ入れなあかんのかな。
どういうやつ？え、リアルキー、私2階の人、あの偶数、あ、番号を知らんか、なんか配られたやつ、私たちに配られたやつの偶数の人は2階で奇数の人が3階やな。私は偶数やから2階。3階やった。日頃の行いじゃない。リサちゃんも2階の人やったな。アンジさん、そうやで、私も行きたいって言うてんねん、言うてんねんけど、え、治ったな、え、おるってなったで。3度見くらいしたよな。おったと思って。あー待って、1日目のユリーカやっと気づいた。おったからか、そういうことか。ピンポイントでおったな、刺した方向におったわ。あってなった。そういうことか。私が客席行った時さ、2日目の2階、めっちゃ知ってる人さ、最後列におってさ、しかも感想やったからさ、喋ろうか迷ったけど、さすがにあかんかなと思ってやめた。あのアンジさんのファンの方やったけど、なんか喋ろうかなと思ったけど、さっきアンジさんとなんか絡んでたんやでって言おうと思ったけど、さすがにやめた。3回残念。ゆきのちゃん3回やったやろ。アンジュさんマウント、でもなんか申し訳なくなってくるよな。ここ店見た見た。いや、リハの時からな、やばかった。あの最初みんなで立ち位置つけてやった時のリハにアンジュさんおらんかったん。でおらんから、前、私の前にサビの時におるって知らんかって、で投資の時に気づいてん、アンジュさん前やってなって。そう、投資が一番緊張した。アンジュさんが前におるから。見てないやろうけどさ。え、見てるわ。だって振りが揃ってなかったら気づくタイプの人やから絶対見てるけどね。え、あーおるなーと。しかもさ、ここテンってさ、サビ後ろ向くからさ、気まずいねーってなってた。一人で投資が一番緊張すんねん。本番はもう緊張してないもん。気ぃついたら終わってるもん、いつも。今日社会だけなテスト受けたね。朝から行くつもりやったんやけどさ、起きられへんかった。朝っていうか2時間目で行ったらさ、なんかまだギー1時間目のあと3分で終わるって時やってさ、なんか先生ら真ん中におってさ、ペンギンとかもおってさ、なんか待ってる時間めっちゃ無音やった。テスト中やからな、誰も喋れへんから。坊主なってなかったわ。そういえば朝夢じゃなかった。え、17日って何曜日？今日木曜日で、どうかよ。おまが、OK。
計算できん。木曜日とか金曜日11、12、土曜日、13、日曜日、14、月曜日、木曜日。あ、じゃあ私体育大会の前日、待って、前日になんかリハ、え、及ばない、金曜日体育大会なんやけど、ほぼ練習参加してないねんけど、なんか1年の体育大会も途中でさ、ライブリハかなんかでさ早退しててさ、2年は多分最後までおったね。最後は前日っていうね。今回のライブに関してはもうテストと全部被ってるから、次の来週の火曜日に私は4教科一気に受けないといけないっていう。でもそれにしてもさ、授業受けてないからさ、だいぶ不利じゃない？だって普通に考えてさ、みんなあれやで、なんか学校終わりの補習みたいなのも受けれるしさ、授業も普通に聞いてるしさ、その人らと同じように受けんのなんかなあって感じじゃない？今日受けれたの社会やったんやけど、社会の試験監督ペンギンやった。なんかずーっと笑ってた、怖っ。体育大会、ソーラン踊る、トムカデ競争と 100m 走る。別に走るとかはなんか練習なんかいないやん、別にリレーとかじゃない限りいないやん。騒乱とかだいぶ遠い記憶ないけど、もう覚えてない。何も振りはいけるやろ、騒乱くらい。ライブ行けたら騒乱なんか、なんか立ち位置つけるとかしてた時におらんくなったから、なんかみんなが移動してる中私が一人どこか迷子になってたらめっちゃおもろいねんけど、しかも立ち位置表とかないやん絶対めっちゃおもろない、それだけ置いてかれてる。結局髪型何にしよう。水曜団子って言ってなかったっけ。いや先生教えてくれるやろ、てか別に自分から聞きに行けるし。あ、急遽昇格したな、そういえば。めっちゃ嬉しい。いつ入ってきたっけ、全然覚えてない、全然覚えてないけど嬉しい。あやみちゃんは来ると思ってた。あやみちゃんとあみたんかと思ってた。あみたんがええねやった。うん。そうなんや。レイにおもろいよな。めっちゃいい子って感じやな。ちょっとしか喋ってないけど。
うん、お菓子パーティーしてない。みんなで TikTok 撮って、みんなっていうか同じ派遣組の人、反対派遣の子はなんか参加できひんって言われて無理やったけど、 TikTok 撮ってありがとうって言って解散して、早々に着替えて、うん、戻った。なんか学園違うくてさ、ほんまは8期8期10期で一緒やったのに、なんか廃車の乗る順番的に先輩の方に行っちゃってたから、まあそっちにも8期おったからいいねんけど。そこで待ってた。仲いい子は分ける。あー、別に学校はそんなことないやろうけど、まあチームはそうやろな。だってリサヒも違うし、アメヤもまあ違うでしょうねって感じ。大体でもそうじゃない。学校は別にそういうわけじゃないやろ。だってそんな全員のことをさ、この子とこの子が仲いいからくっつけてあげようだけで成立するくらいの優しい人間で溢れてないからさ、そら別れることもあるやん。41とかになることもあるやん。それでなんか言ってもしゃあなくない。だってな、いろいろあるんやからなあ。ほのぴー来てほしかった。来いって裏でやってて、りさちゃんと来いって来なかった。まあ2人来てくれたから。じゃちゃうねん、 B2 は人足りてるねん。だからあんまり来へん。もともと後輩多いし、だから足りすぎてるからあんまり入ってこへん。精神公園16人やから。 M 誰行ったっけ、ほのピーそうやったっけ。でもなんか誰がどこかあんま覚えてない。あ、みそらちゃんとかやんな、全然覚えてない。あれ、リュウピー M か、西山、あーぽい。うまや、西さんに。デデンはほんまに言われてない。あの、さらば青春、さらば青春ちゃうわ、さらば純情の終わりの1日目のさ、履けるときにデデンってなったやんか。あれ普通にさ、なんか機材のトラブルかと思ってさ、あの履けてくれへんから、えってなってびっくりした。カンって何、びっくりした。なんかで詰まってんのかと思ったらさ、先輩が塞いでるしさ、どういうことどういうことってなって、なんか一個 MC 説明するの忘れてたんかと思ってさ、監督の人が。なんかリハとかで全部説明忘れてたけど、ここに一個 MC 入れなあかんかったんかなと思ってさ、戻ったけど違うかった。出てんじゃないわ、なんか発表がありますみたいな感じで出てきた。
え、2日目のさ、アンジュさんがさ、あの客席でさ、なんか絡んでくれてたさ、日の前日に見てた夢がさ、悲惨やったからさ、若干ビビってた。ちゃうやん、夢関係ないけどさ。関係ないけどな。10期のことあと半分くらいは写真撮れたで。なかなか顔と名前が一致しない。喋ったことある子はもう一致したけど、名字と下の名前が一致せん。なんかミヤ多ない、ミヤとかなんかそういう系。でも下の名前は半分くらいは覚えて、覚えてんねんけど、クイズ形式にしたら分からへんくなる。見て喋ってたら分かんねん、誰か。あ、ゆきのちゃん終わった後あれな、なんか温度でな、なんかちょっとしんどくなっちゃったみたいで、私の後ろにおったんやけど、後ろっていうか隣におったんやけど、なんか暑かってその部屋が、でなんかよったんかな、で気持ち悪くなっちゃって、なんか終わった後に乾杯があったんだけど、その時の話があって、なんか大人の人の話が、その時に気持ち悪くなっちゃって、でも戻ってきてた。いや温度差エグかった。なんか控え室みたいな、楽屋はめっちゃ暑いけど、暑いっていうかなんか、うーん、なんやろ、閉塞感があるけど、なんかステージの裏はめっちゃ寒いみたいな、で踊ったらまた暑いし、びっくりした。なんか席こらえてんのかと思ってさ、後ろでなんか気持ち悪そうにしてたからびっくりした。アンジュさん、ネイルマグネットやったな。銀か何か、まあ分からんけど、若干色入ってんのかな。マグネットやった。かわいい。秋やからな、マグネット多いよな。マグネットめっちゃ多いよな。今回のライブ絶対マグネット多かった。あ、なんかあれや、お話し会の受付が始まったんか。あ、マグネットにしてきた、いいやん。マグネット可愛いよな。でもな、できひんねんな、学生なんで。長期休暇に入らないと。レイヤーはここだけです。後ろは入れてない。むしろも言えたくなってきた。いや、アンジュさんのさ、1日目の髪型さ、なんかふわふわにさ、こう巻いてたじゃないですか。あれが可愛いんですよ。あれが可愛くて、正直顔のここら辺に入れてもライブとかの時には何も目立たないんですよ、レイヤーは。でも黒髪やから別になんかそんなザクザク入っててもなって。
まあ一旦はこれでいいや。服屋アンジュさん斜め後ろにおった。めっちゃ狭かってさ、なんか通路がなかった。真後ろはマイさんやんって。ここでこっちアンジュさん。レイヤーの話。レイヤーって美容？髪の毛ってこと？そうか、そうやな、確かに伝わらん時多いわ。編み方とか巻き方とか言っても絶対伝わらんから、こういう巻きっていう名称があっても知ってても言わん、伝わらんから。あ、グッドスプーン行きたいな。あいかさんな、喋ったで。なんかさきちゃんいっぱいお菓子取りやって。あいかさん取り方泥棒やねんな。かわいい、おもろいねんけどな。ケータリング取るのは先駆者やから、愛香さん誰よりも早く先陣を切るタイプやから。ケータリング取ってすぐカバンに入れるからめっちゃ泥棒やねんな。取り方おもろい。大袋もらってたし。でマイさんもなんか大きい袋なんかさ、こくらい取ってた。おもろ、七期生さんって割と取るんかな。めっちゃおもろない。いや、たまたま期生で固まってたからだけど。でアンジュさんはペットボトル3本取ってるし。ね、なんかいろんなやつ飲むからさ、結局余ってなんか流してて。かわいい。10期のさ、宮崎さえちゃんがさ、なんか2日目のステージの裏で待機してる時にさ、頑張ってくださいって言ってくれてさ、めっちゃ可愛かった。1個しか違わねんな。アメヤ世代は1個下？な、1個下が多いねんな。京香ちゃんがさ8時でさ履けててさ、1人で懐かしいねと思って。めっちゃ懐かしくない？なん知らんかみんな。いや8時にはけてな、中学生がはけてくるのを1時間棒立ちで待ってたね。いつも横でまだかなって。でマネージャーさんとかともあんま喋られへん人やからさ、私一生棒立ちで。でも早着替えとかな邪魔になるから、着替えのだけ着替えて写真撮って、で帰る準備全部済ませて待ってた。けど小学生の時はあれか、中学生待ってから着替えてた気がする。だからその時は雪乃ちゃんとかも中学生やったから、みんな履けてきてやっと安心みたいな。でみんなで着替えて終わり。それで同い年おらんで。でも次くらいに入ってきそうじゃない？だってさ、今年はさ受験生やったからさ、いや入ることないやろって感じだけどさ、確かに言われてみれば入ってこなくても不思議ではないけど、次はだって関係ないから。高1とかめっちゃ多そうじゃない？それで、あと若干押してる時の8時はけはめっちゃ怖い。
同い年がおったらいいんやけど、おらんかったら一人で履けなあかんからで、8時ってなかなかおらんから、そうやね、オーディションの時知らん、喋ってない、誰も受かると思ってないからさ、なんか仲良くなっても合わんしなと思って、で会われへんのに仲良くなったらめっちゃしんどない。その時今より依存体質やったから、だから誰とも喋ってなかった。池炎とえよいちゃんだけ話しかけてくれた。で8期生決まりましたって時にまこちが初めて連絡先聞いてくれた。あんまり喋ってないで、受かってからなんかみんな自己紹介みたいなのがあって、なんかあの子まだ小学生なんだってみたいな、なんか放送です。長い。ひかるちゃんは受かると思ってた。なんかあの大阪城ホールのさ100人集まった時にさ、めっちゃ可愛かってさ、そこの子受かりそうやなって、顔でな可愛いなと思って、コンサート終わり興奮して寝れなそう。全く普通に片付けとかストレッチとかなんかいろいろで、結局寝れたん2時3時とかやったから遅いけど、また始まったくない、なんちゃ悪いやん。急に放送始まんのやめてし、桜田さんずっとあれでびっくりした、あきら先生にあんな感じで行く人おるんやと思って、であきら先生の話かメンバー誰かの話か聞いてめっちゃ泣いてて、まあ確かにテンションはおかしいよみんな、宮内とか急に歌い出すし、で雪乃ちゃんはなんか変な動きし出すし、で雪炎はめっちゃなんか目が開きで喋ってるし、めっちゃおもろい。あ、密着で映ってた、確かに秋田先生の話か。ステージ上がるときはそんな緊張してない、通しリハが一番緊張してる。なんかそんなさ仲いい人やからさ、なんか泣いた方が良さそうなときに泣く人やね。泣きそうになる感情はあるけど
抑えることもできれば出すこともできるみたいな状況やから、なんか何も構わず泣くのすごいなって思ってた。うん、いやさすがに泣いた方がいいかなって時は泣くし、別に嘘じゃないからな、気持ちはあるねん、それを出すか出さないかな。アキラ先生やっぱりおった？なんかリサちゃんがアキラ先生発見したって言ってさ、私も見たかった、客席行ったけど会われへんかった。そらそうやな、客席の時はさすがにどっか行くわな、めっちゃ会いたかったけど、リハの時は手振ったよわーってマナミハイタッチしててめっちゃおもろかった、ようやるなと思って。ペンギンな、ペンギンな、キムシ。え、アキラ先生泣くなって言う？自分が泣かんからあんま分からん。マナミめっちゃおもろない？めっちゃ好きなんやけど。目の前でさ見ちゃったらさちょっと気まずかってさ、そっち行かれへんかってさ、逆方向に戻ったもんな。あきら先生俺気まずいと思って反対行ったらマナミンが入ってて、でも絶対通らなさ扉までたどり着かんからさ、頑張ってさ行ったらめっちゃ気まずかった。リサちゃん覚えてない、なんみんな見てないね。まこちはなんか目力強くて怖かった、しかも黒い服着てたねん、たまたまめっちゃなんかストレートで真っ黒で目こんなんで怖かった。なんかその隣におった身長高い子となんかグループっぽかった。目がでかすぎてな、怖かった。イケホノは目でかいけど怖くなかった、ね、服の色もあると思うね。サカタン覚えてないな、全然覚えてない、ね、ほんまに見てないね、誰も覚えてない。話しかけてくれた弥生ちゃんとイケホノしか覚えてない。あとなんか煽ったなーってこう覚えてるけど、知らん。だってさ受かったとしてもさ仲良くなった子が落ちてる可能性もあるしさ、逆その逆もあるやん。だからなんか別に仲良くなってもなーって。ひかるちゃんは親が先に仲良くなってたから知ってた。
と松作はなんか大阪城ホールの時に私の目の前でずっと練習しててめっちゃ真面目やなと思って10番やったんけ多分その時多分受かってほしいなと思ってた。リサちゃん覚えてない？真似せん方がいいと思う。若いうちから入ったら多少はねじ曲がるで。あやぴょんだからその印象やん。なんかようあきら先生にそれで行くなっていうのとなんか泣いてんなっていうのとそれ。他は覚えてない。若いうちから知っておいた方がいいこと。そうやな、なんか人間は全部変わっていくものやから別になくなることを恐れなくていいと思うよ。でもうちょっと早くに知っておきたかった。別に必死に生きることない。全部適当に生きててもなんやかや楽しそうにしてるし、必死に勉強して必死に好かれようとせんでもどうにかなってるから。あとはその若いうちにしておいてあげると。他あるかな。それは知っときたかった。もうちょっと楽に生きとけばよかったなって。びっくりするくらい真面目に生きてたからさ、もったいないなって。まあいいけどな別に。だってさ真面目に生きてた方がめっちゃしんどいで。いや当たり前なんけど、だって自分よりさ圧倒的に適当に生きてる人間がさめちゃめちゃ楽しそうに生きてるんやで。めっちゃしんどい。なんかあるかな。別にそんなないかも。わかるやろって感じ。それがあれか、若いうちに知っとけばよかったってなのか。わかるはわかるけど。さよなら。ああ見てるんや。だいぶな。
終わり。